はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ前回の続きをやっていこうと思ったんですけど、今これ動画回そうと思ってね、すいません、ちょっと動揺しております。今まさにさっきね、ちょっとね、怖い思いを、恐怖体験をしまして、恐怖体験なのかなわからないけど、ちょっと聞いてくれます？なんかめっちゃ怖い思いしたんで、今でも怖いんだけど、あのね、まあ動画撮ろうと思ってね、普通にゲームを始めて、で、まあ録画する前にね、ちょっとトイレ行こうと思って、もう本当に今ですよ、今、本当数分前ですよ。トイレに行ったんですよ。で、私、まあ実家のね、2階にこのパソコンの部屋があるんですけど、実況部屋があるんですけど、まあそこでね、そこから出てね、部屋出てトコトコって5、6メートル歩いたら、もう左側がトイレなんですよ。うちの実家、まあ2階と1階に両方にトイレがあるんで、トコトコってね、5、6メートル歩いたらもうすぐトイレなんで、まあささっと行けるんですけど、まあとりあえずね、撮る前にトイレ行っとこうと思って、まあトイレに行ったんですよね、普通にね。で、まあ、トイレガチャッと開けて、電気つけて、ね、で、ドア閉めて、ね、よこしょってこう座るじゃないですかね。便座の上に座ったんですよ。とりあえずね。で、座った時に、ふとね、ドアの下に、何気にドアの下に、なんかね、黒いなんかが出てるのが見えたんですよ。だって2センチ四方ぐらい。2センチ四方、もうちょいあったかな。男の人の親指ぐらいかな。の、なんかね、黒いなんかがね、ドアの下からペロって出てるのが見えて、で、あ、なんだこれと思って、なんだこれと思って、パッと見た瞬間に、その黒いのがね、ピュッて引っ込んだんですよ。要は外に出てったのね。でもその瞬間に、ブワーって鳥肌立って、うわ、何今のみたいな、何だった今のみたいな感じでね。でね、ちょっと説明をするとですね、軽く説明すると、うちのトイレのドアってね、まあ結構気密性が高くてちゃんと作ってあるんで、まあ一応隙間は空いてるんですよ、ドアの下にね。隙間あるんですけど、ほとんどないんですよ。一応こすらないようにね、若干隙間はあるんですけど、それでもね、紙1枚入るか入らないか、0. 何ミリぐらいの隙間しかないんですよ。ないんですよ。だから気密性すごく高くて、窓、トイレの窓あるんですけど、窓閉まってたらトイレのドアを閉めるときに、ね、ちょっと空気の抵抗を感じるぐらい、それぐらい、なんかドアの気密性高いんですよね。だからね、もう下に本当に、その下、ドアの下のところになんか出てて、ピュッて引っ込んだのは見えたんですけど、その下に空いてる隙間ってね、もうほとんどないんですよ。紙1枚入るか入らないかぐらいの隙間しかないんですよ。で、それを知ってたんで、その隙間から出てた黒いものって一体何だろうと思ってね、頭の中を巡りまして、それが。あの隙間を通れる黒いものって一体何だみたいな。で、最初虫かと思ったんですけど、虫はね、間違いなく通れないです。虫が通れるほどの隙間空いてないんですよ。本当に。一瞬ゴキブリかと思ったんですけど、ゴキブリなんか絶対通れないんですよね、本当に。0. 何ミリの隙間しかないんで。で、そうなるとさ、何だった今のはと思ってね、トイレしながらね、え、何だったんだろう今のみたいな。もうめちゃくちゃ怖くなってきて。で、とりあえずね、その、外に出てったわけですよ。何かが挟まってたのかなんかわかんないけど、ドアの下から何かが見えてて、で、私が見た瞬間にスッて引っ込んだっていうか、だから要は外に出てったんですよね。で、そうなると、今度トイレしながら、ドアの外に何かいるんじゃないかと思ってね、またそれはそれでめっちゃ怖くなってきて、引っ込んだものが何かっていうよりも、ドアをね、トイレ終わってさ、ドア開けて出ようとしたら、外に何かいるんじゃないかと思って、外に出てったからさ、もうめっちゃ怖くてね、トイレ出たくねえわと思ったんだけど、でも出ないわけにいかないからさ、意を決してね、こうドアをそっと開けたんですよね。そっとね、下見ながらね。したらなんとね、まあ何もなかったんですよ。あ、とりあえず何もないわと思ったんですけど、次の瞬間、でもね、ドアをこう開けてたらさ、まあ下には何もなかったんですけど、待てよとか、ドアの向こう側になんかいるかもしれない。ドアの向こう側になんか変な、ね、虫かなんかがいるかもしれないと思って、そしたらまたもう怖くなってきて、虫大嫌いなんで、一番嫌いなのは蜘蛛なんですけど、蜘蛛の次、まあゴキブリも蜘蛛の次ぐらいに嫌いで、まあ、基本的に虫全般嫌いなんですよ。でもね、あの隙間を通れる虫は多分いないんですよね。
ムカデとかでも通れないんですよ。ムカデもたまにごくまれにね、夏場とか出ることがあるんですけど、何年に1回かぐらいね。でもムカデとかもまあ絶対通れる隙間じゃない。うん、アリも多分と、ちっこいアリでも多分通れないんじゃないか。本当のちっちゃいアリなら通れるかもしれないけど、うん、まあそうなるとね、そのドア開けてさ、ドアの向こう側に何かいるんじゃないかって今度怖くなってきてね。でもそれ確認しなきゃいけない、ドア閉めなきゃいけないからね、開けたままにしとくのもまあありっちゃありだけど、まあ一応確認しなきゃいけないと思ってね、こう意を決してドアの向こう側をこう見たんですけど、やっぱ何もないんですよ。あ、何もないわと思って、ますます何だったんだろうと思ってねますますあれは何だったの、見間違いでは間違いなくないんですよね。うん、だからその本当にね、一瞬虫かと思ったんですけど、どう考えても虫が通る隙間がないと。そうなると、今まで家でね、そう霊的なものを見たことないんですけど、そっち系かと思ってねそっち系かなと思ってね、まあまあでも見たことないから今のところ自分の家ではね、うん、まあでもね、まあ、結局何だったのか未だにわからないんですけど、ちょっとね今そわそわします。なのでめちゃめちゃそわそわしてます。なんか何だったのか原因がわからないから、うん、なんかね本当にゴミとか、まあ、ゴミにしては真っ黒すぎたんだけどね、本当に真っ黒い、本当に黒かったから柄もなかったし、うん、でもその黒いね、なんかわからんけど黒い紙切れがねポロってたまたま落ちててね、まあ、でもなんで外に出たのかよくわからんけどまあそれがねピュって飛んでったっていう、飛んでどっか飛んでったんだったらね、紙切れがね、まあ、全然それで解決なんですけどでもね、わからん、今のところわからないで、もしわかったらまた X かなんかでつぶやきたいと思いますけどねまあそんな話はどうでもいいんですよ。もうただね怖かったんで誰かに喋りたかった、うん、誰とりあえずめっちゃそわそわします今、はい。ということで、まあそれはさておき、今日は何をするかというと、あのこの間言って 前回言ってたね、あのここに行こうかなと、どこだっけ、あこれか、ここに行こうかなって、思ったんですけど、まあ、前回も言ったようにめちゃくちゃゾンビが出てくるしちょっと怖いなっていうのもあるんで、あのコメントにもありましたけど、ちょっとバルカン法をね、今まで無視してましたけど、バルカン法ちょっと作ろうかなと。で9ミリの弾が結構あるんで、これ1万2000発もね9ミリ弾あるんで、9ミリのさバルカン法作ってみる。ちょっとなんかいっぱい作んなきゃいけないんだけど、バレル、パーツ、モーターでできんのかな、3つ作ればできんのかな、まあ、ちょっと1個ずつ作ってみましょうか。9ミリバルカン砲、バレルからじゃあとりあえず素材は多分あると思うんだけど、連鉄でしょ、あと何だった、機械部品、スクラップポリマー、バネ、機械部品、バネ、ポリマー、はい、まあ1個でいいよね、まあ、全種類作ってみても、まあ、とりあえずこれ9ミリバルカン砲ね、バルカン砲バレルで、あと何バルカン砲パーツ、バルカン砲パーツ持つところね、持ち手のとこね、ダクトテープ20個、ダクトテープもなんかことあるごとに買ってるんでいっぱい溜まってます、作ってないけど、はい、バルカン砲パーツこれね、これ作りましょうか。あとなんだっけ、モーターだっけ、9ミリで9ミリ、9ミリバルカン砲、あバルカン砲モーター、バルカン砲モーター、あエンジンいるんだ、まあいいや、バルカン砲モーターエンジンね、エンジンもめっちゃ余ってるんだよねエンジンめちゃくちゃあるんだよね、高トルクエンジン作ってもいいかもしれないけどね、はい、こういうクラフト、これでできんのかな、9ミリバルカン砲、あ染料、あ黒8個もいんの、マジ8個もいんの、でも多分作れるよね、これで作れるよね、あれこれじゃなかったっけ、染料、あ間違えた、染料黒、ペンキと泥水、あこんな
爆発紙作ってた、忘れてた。33個も作ったんだ。そんなにいらんやろっていう感じで。あ、いるんか。いるみたい。ペンキ30しかないけど、ペンキはここで作るんだっけ。ペンキ、ペンキ何で作るの。菊と水か。まあ、水、あ、できてるできてる。菊、菊はもう腐るほどある。腐ってるかもしれない。あ、待って、外にもできてんじゃない。あ、できてないかな。取ったばっかだっけかな。あ、まあまあ、でもこの一応もらっとくか。はい、そしてこっちか。ペンキ31。そんなに、まあいいか。そんなにいらんって言おうと思ったけど、まあでも実際色塗ったりもするんでね、まあまあいいか。で、できたかな。どれだっけ、こっちか。あ、できてるできてる。ということは、あと、あ、バルカン砲モーターって1個じゃないんだ。4つもいんの。あ、そうなの。バルカン砲モーター、バルカン砲モーターそんなにいるんだ。マジ。まあ作れるけどね、エンジンがあれば。4ついるってことは3つ作る、あと3つ作ればいいのか。あ、2個しか作れない。何が足りない。ダクテか。ダクテまだあるよ。51 60あったら3個作れんじゃない。作れない。何がいいの。ん、あと何が。あ、連鉄か。連鉄もまだあるけどね。これでどう。全部持ってけよっていう気もするけどね。返すときにね。あ、来て来た来た来た。はい。これバルカン砲も、モーター4つもいるんだ。ということで。あ、待って、これも、ちょっと待って。いろんなものが、あ、1個ずつじゃないんだ、これ。あ、マジか。バルカン、バレルもさ、あ、そうか。まあ、バレルもそうだね。あ、そうなんだ。マジ。全然数見てなかった。バレル3本いるんだ。1本でなんか、バレル3本いるんだったら、あと2個作んなきゃいけない。で、パーツも4ついるの？パーツ、ま、もうそんなにないわ、さすがに。さすがにそんなにない。ちょっと待って。購入しよう。じゃん。ここじゃないな。これだっけ？これじゃないか。これじゃないな。あ、もう買った後だったかな。あ、ここだったかな。あ、ダクトテープ13。13しかなかった。今日は。接着剤46。はい。もうこれでまた作れるでしょ。で、ダクトテープも全部使い切る勢いで、じゃん。パーツ、あと何がいるの？あ、もう連鉄か。連鉄作ってたっけ。作ってないわ。連鉄あんまりいらないだろうと思って最近作ってたけど、この辺いっぱいあるんだけどね。こうね、チタンインゴットとかね。そうか。ちなみに連鉄売ってる？じゃん。あ、これじゃない。こっちか。連鉄435。金で解決していく。金で解決していく。2、3。あ、待って、3。パーツ、あ、パーツは4個いるんか。パーツ4個いるんで、3個必要。で、3、4でしょ？これ4でしょ？あ、あと染料か。染料、黒。黒を、泥水がいるけど、泥水ないんじゃない？泥水ないよ。泥水ないね。全部普通の水にしちゃったわ。空瓶作るか。空の瓶を、3瓶そんなにいらないの。空の瓶を、どんなもん、まあ、とりあえず10個作ってみるか。どんなもんかわかんない。7秒でできるけど。とりあえず10個作ってみて、まあ水はいくらでも汲めるんで。とりあえず10個作って、で、ここで汲めるからね。水はね。で、これで何個作れんの？
10個、あ、でも結構作れんだね。まあ10個じゃそんなにいらないわ。ごめん、そんなにいらない。むしろ6でいい。なぜならここに2個あるんだよね。これ2個持ってんだよね。残してある、ちゃんとね。染料ね、最近ばらさないでちゃんと取ってあるんで、なんか使うだろうと思ってね、使うような気がすると思って40秒。うん、 OK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  で、あ、ごちょう、はい、2個。あ、これ重なるんだね、ちゃんとね。これで、あ、伝説パーツか。伝説パーツどっち ?HD? 9ミリバルカン砲。HD 伝説パーツ1。伝説、あ、これじゃないか。伝説パーツもいっぱいあるよ。どっちだ?あ、こっちか。1。はい。OK 。まあ、なんかあの、パーツはいらないんだね。パーツはこれなんだ。完全に。染料黒がなんで8個もいるのか。ようわからんじゃようわからんけどね。品質は6じゃなかったら多分もっと少ないんだろうね。この辺の材料がね。まあでもせっかくだから6を作りたいよね。ねえ。ちゃん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 。これで8になった?あ、なりましたね。あとこの辺だ。この辺が、この辺ができれば OK って話か。そうだね。じゃあもうこの、これはもういらないってことか。ガシャン、ガシャン。ダクトテープ1個になっちゃった。ダクトテープ1個になりました。まあ、グルーがめちゃくちゃあるからね。グルーも買ってるんで、地味に。地味にね、さっきみたいに購入してるんで、何十個、毎日何十個とね。ただ布がもうあんまりないんだ。813。まあ、せっかくだから何個か作っとくか。何個か作っておきましょうか。一応また116、そんなにいらんのかな。50個ぐらいでいいわ多分。はい、50個ぐらい作っておこう。ダクテはマジで使うね、本当にね、いろんなところでね。うん、あ、薬も買っとくか。薬も忘れずに。あ、売ってる売ってる。貯めとかなきゃね。ビタミン剤ないですか。ビタミン剤。あ、見なかった。ビタミン剤も買っとくか。救急キットも買っとくか。75もあるけどね。あ、空の瓶売ってんじゃん。まあまあ、これ買わなくてもいいか。普通作れるからね、いくらでもね。よっしゃ。ということで、ザクッと24か。これがね、鳥インフルエンザ、この間かかったんで、使ったんですけど、減ってくね、やっぱね。肺結晶かかったヘルペス、このヘルペス脳炎ってかかったことないね、まだね。マーサはこの間かかった。マーサはこの間かかったけど、これは誰で感染するの、これは。病原体に感染したからだ。あ、でもなんか何で感染するか書いてないね。これは、これも書いてない。鳥インフルエンザも書いてない。あ、そうか、ここには書いてないのか。かかった時のあの状態見るとね、出るけどね。はいはい。これバルカン、バレル OK ね。で、モーターも OK ね。あとこれか、パーツか、パーツ3か。パーツ3ね。よいしょ。あ、ちょっと待って、この辺売ってくるかな、もうこの辺。売りたいもんいっぱいあるんだけど。ガサッと。売りたいもん結構いっぱいあるんだけど、この辺ももういらないんだけど、どう見ても全部買ってくれないと思うけど、今のうちに売ってこよう。あれ?よいしょ。ポテト。まだ空いてるもんね。12時に閉まるからね。12時ちょうどじゃないけど。こんにちは。ちょっと、いらないもん買ってください。はい。待って、いるもんまで売ってないだろうな、俺。いるもんまで売らなかっただろうな、今。これもうダメか。3個しか買ってくんないからね。これダメでしょ。売れ残ってしまう。これいけんじゃない?なんか、いるものまで売っちゃうっていうのよくあるからね。気づいたら必要なものまで
売ってしまっている品質号3号ってそうなの ?6 持ってたんだ。もうダメ、もう無理もう無理っすか。あ、もう無理か。もう無理っぽいね。Come back soon. 限界か。いくらになった？あ、お金も売りたい。旧紙幣も売りたいんだ。ね、これね。で、一応仕事も見とく。仕事はまあ、あんまり変わらんね。いつも通りですね。ちなみに、これじゃない、これか。あと一回行ったら、TR6 卒業。まあ、報酬がもらえるだけだよね、多分ね。よいしょ。ほい、ほい。はい、ということで、できたかな？じゃん。2個できてる。あ、まだちょっといっぱい、ね、余計なもんいっぱい持ってた。これめっちゃ出るよね、このヘルメットね、マジで。服はそんなもん？あとで、コンボとかめちゃくちゃ。あ、品質6とか出てるけどね。こっちの方が強いのかな？これより。ああ、こっちの方が強いわ。やっぱ HD バトンが強いんだ。コンボめっちゃ出るな。これは、こうです。はい。よいしょ。こんな感じ。OK。で、私はこれを作りたいので。あ、揃ってるね。揃ってね。あ、揃ったね。あ、揃った揃った。3分。よっしゃ。これでとりあえず迫り来る大勢のゾンビをバルカン砲でバルカン砲で殲滅するという。あ、こんな鬼畜物件に1個やってもいいけどね。あの、設置してね、うん、このバルカン砲がどれぐらい強力なのかにもよるけど、1万2000発。これ自体が大して威力ないからな。32でしょ、ライブダメージ6でしょ。ねえ。あとは、まあ、あと別に特にないか。できてる。できてる、できてる。この辺一生懸命水、飲み物作ってるけど、そんなに作ってどうするんですかって言われそうだけどね。まあ確かにその通りなんだけどね。うん、293もあるけど秋の霧さん、コーヒーだってもう180ぐらいあるからね、うん、これをもっと作りたいんだけどね。これがいいんだけど、60も回復するから。ユッカでもね、なんだっけ、ユッカスムージーだっけ、ユッカスムージーが結構回復するよね、確かね。60近くね。あ、でも元によるかな、元によるかもしれないけど、ただまあユッカはこの辺じゃ簡単に手に入らないので、生えてるっちゃ生えてるけど、栽培する手もあるけどね。はい、ということで、あそっか、錠剤使ったんだ。あの、なんだっけ、軍用なんとかってやつね。食料バンドルがあればね、食料バンドルもうないんだよね。全部開けちゃったんだよね。開けちまったんだよね。ああ、これドローン売りたいな。あ、ドローン結構高いんだね。ドローン売ってこよう。ドローン売りさばこう。よいしょ。飛ぶ。あ、いた！なんてことだ。よいしょ。ちょっと、目測を誤ったね。折れたわ。ぽっきり。久しぶりに折れる音聞いたな。はい、はい。はいと。あ、2200円。結構いいね、やっと。足折れてるけど、足折れたけど、届くか、届かなかった。結構いいねになったけど、足折れました、かわいい。まあまあ、これも、よいしょ、ギブスがあればそんなに時間かからないんでね、治るの。よいしょ。まあ、クエスト中じゃないので、あんまり気にしてない。よいしょ。ギブス、オン。じゃ、見えないんだよね、これ開いてるとね。じゃん。2分で治る。早いね。あ、もうでもそういう、こうしてるうちにできるんじゃない？あ、できた。できました。バルカン砲できました。
バルカン砲ね、どこに使おうかな。まあ、とりあえず M60。あ、待って、改造したいね、でもね。改造したい気もするね。さすがにスコープとかは使うんやろ。この辺、この辺。角間がとかつくのかな。角間が、角間がっていうレベルじゃないような気もするけど。バレル拡張だの、なんだの。フルオートだの。なんだの、かんだの。なんかつくのかな、これ。改造する。あ、さすがにスコープはつかないよね。腰打ち専門だね。腰打ち専門か。これつけて、はいはいはい。はい、一個余るけど。フルオートもつかないんだ。あ、これでちょうど、101、あ、101もダメージ出るんだ。まあまあだね。弾倉サイズ250。ほー。ほほー。これちなみに専用のなんかないのかな？専用のモッド、バルカン用モッドなんかないのかな？バルカン。モッド、あ、そっか、モッドはここじゃないか。こっちか。バルカン。バルカン砲。まあ、どこで見ても一緒か。あ、別に専用モッドはなさそうだね。ああ、情けだわ。ちなみに、こんなんです。ああ、そんなんなんだ。あ、そういうやつ。あの、ドボドボドボって入れるわけじゃないんだ。あ、でもレティクルだいぶ小さいね。なかなかの精度だよ。思ったよりちっちゃい。思ったより小さいぞ。なんか画面歪む。思ったより小さいね。ちょっと撃ってみたい気はする。撃ってみるか。足折れてるけど。足折れてるんで。折り方はおとなしいけど。あれ、ここなんで木のブロックあんなってた、木のブロックに。よいしょ。こんにちは。誰か。あの、荒れ地で雨降るの珍しいんだよね。これ今降ってるけどね。雨降ってきたの初めてじゃないか。多分。あんまり雨降らないんだよね。あの、森バイオームはさ、森バイオームめっちゃ雨降るんだけど。あ、待って、サイコパス。サイコパス習熟クエスト。これ今、ダイヤウルフと野生のクマ、ハゲワシ、何かしらいそうな気がする。あ、いないのか。荒れ地、そうなんだよな。荒れ地ってあんま人いないんだよね。あ、人じゃないか。あんまり動物いないんだよね。街中じゃない方がいるかな。じゃん、あ、いない。誰もいないらしい。誰もいないらしいわ。ああ、一応、あの、リコイルはあるんだね。どっかのモッドみたいな、リコイル全くないじゃんみたいな感じではないんだ。若干リコイルはあるんですね。なるほど。まあでも、遠距離ダメージ100出るんだったら、今まで使ってたあの、なんだっけ、M60 とあんまり変わんないんだよね、威力的にはね。100出るならね。あそこの公園行ってみるか。公園。この辺にもなんかスリーパーいるような気がするけど。倒しちゃったか。この辺。あ、いるいる。強いかもしれない。まあ強いかもしれないね。リロード早いね。M60 とあんまり変わらないんだ。一緒だね、M60 とね。この辺に、ゾンビいるでしょ。いませんか？あ、強いかもしれない、これ。さすが、この連射力は、素晴らしいね。素晴らしいぞ、なかなか。倒したのか。倒し、あれでもう死ぬんだ。なるほど。なるほど。
ヘッドショット狙うの大変だな。いや怖いな、ヘッドショットとかじゃないでしょ。こうでしょ。250発も出るんだから、せこせこちまちまね、ヘッドショットなんか狙ってる場合じゃないでしょ。来いワンコ。あれあれさ、当てにくさはあるかもしれない。若干当てにくいかもしれない。この辺にも人いたと思うけど、もういないかな。あ、もうなんか倒してるからね、何人かね。もう中から人出てこないの。中に人いなかったっけ。まあいいか。これはあ、ここ行ったことなんか、あ、行ったよね。でもね、行ったね。ここ行ったな。2発ぐらい。おお、強いかもしれない。これはこれでサベージカントリーは行ったでしょ。クラックアブックももうあんまり用がないんで、このウォースリー物件、もなんか復活してるかな。あれを取りたい気がするけどね。地下にさ地下に鉱石が眠ってたんで、鉱石取ってくるか。地下まで行って、もうゾンビ多分復活してると思うけど、ゾンビ復活してるでしょ。あ、これは楽ちんかもしれない。でも死んだ。これでも死ぬんだ。おっと、人か。人ラテッツナイトクラブ、ラテッツナイトクラブの結構人はいるでしょう。ここも入った。足折れてたんだった。これちょっと分解したいね。これね、解体しちゃうか。バッテリー欲しいし、バッテリーあんま出ないんだけどあんまし出ないんだけど、でしょ。出た。あ、出たね。1個出たな。あれ発射音出ない。発射音しないぞ。またまた発射音しなくなっちゃった。どういう加減なんだろうね。ここで待ってたら全員倒せるんじゃないか全く発射もしないけど俺全く発射もしないけど。直した、楽勝じゃないかお前は何ですか。ああ近いねこれ。あれ、これ二つ子じゃなかったっけ。まあ、めっちゃ拡大するなそして発射もしなくなっちゃった。またなんか落とした。あ、落としてるね。ありがとうございます。こんにちは。足は41秒。こっちからは来ないか。あ、取り回しはちょっと若干遅いんだね。振り向きがね、反応が。なるほど。アロエか。この辺も拾ってかな。ユッカ、ユッカもらってこうかな。もういないの。さっきの話、ユッカジュース作ろうかな。ユッカもらってって。これね、ユッカフルーツ取っちゃったらもう生えてこないでしょ多分知らんけど。あ、壊したら生えてくるかな。あのあれと一緒で。殴ってみる。あ、殴ればよかったね。殴ったらまた生えてくるんだこれ。そうか、物件にあるやつもそうなんだ。
物件にあるやつも殴った方が良かったのね。なるほど。なるほど。もう全部殴っちゃったから、ないよ。もうない。ここ開いてんだっけ？開いてないか。こっちは開いてるけどね。足は14秒。もうちょいです。こっち来てくんないかな？こっち来てくんないかな？はいはい、言ってないで。見えるような見えないような、見えないな。あと9秒待ってくれ、そしたら飛べるから。あと9秒待ってくれたらジャンプできるんで。あと7秒。時間経つの遅いね。絶対これ1秒じゃないな。あ、時間経つの遅いな。2秒ぐらいか。絶対2秒じゃない、これ1秒でしょ。どれぐらい、これ絶対1秒じゃない。もう1秒過ぎたよ。2秒ぐらいだね。この時間ちょっと曖昧だね、だいぶね。トウ、あ、ダメだった。おっつ、固まった。ここあ、ここは弾通らないの。弾通らないんだ。ここなら通るか。ここなら通る。これ通らないんだ、弾。あ、通る？どっち？通らないか。ここに乗ればいいけど。よいしょ。こういう感じで。OK。OK、OK。ハゲワシを倒すっていうのもあるから、上に行ったらハゲワシいそうだけどね。こんにちは。あれ、いないのかな？いないかな、ハゲワシ。いないか。いるかと思ったけど。あ、いないんだ。鳥飛んでくるかなと思ったけど。飛んでこないのね。あ、そうですか。でもちょっと俺が行きたかったのは、地下の、地下は地下でいっぱいいるでしょう。あ、撃ってきた。あ、鳥いる。グレースが行った。グレースがどっちかにいるけど。あ、鳥。鳥一匹しか倒せなかった。感染ハゲワシを。ん？感染ハゲワシ200匹倒したけど。よいしょ。なんでお前らがいるんだ。なんで NPC いんの。いるんだっけ、もともと。元からいたっけ。地味に戦っていらっしゃいましたけど。こっちももう人いないんだっけ。あ、もういないのか。もういないんだ。なんかあそこ気になるんだ、あそこの壁。これ開いてる開いてる。あ、もういないんだっけ、誰も。ちょっとこの石炭とか欲しいんだけど。じゃんじゃん。これね、この間もこの間もちょっと撮ろうと思って撮ってたけど、ちょっとでいいわ。1000ぐらいでいい。1000ぐらい。小石もあったっけ。小石もあったよね。火薬はさ、火薬というか、弾薬用の素材は、いらない弾分解すれば、50% らしいんだけど、50% 分ぐらい戻ってくるらしいんで、今ね、解体したやつ、解体して結構ね、火薬とかいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけど、石炭はね、火薬だけじゃないからね、使うのね。これで結構レベル上がるんじゃない？ねえ、これ結構レベル上がるよね。こっちの方が早いかな。HD じゃないからな。HD だと早いんだろうね。これね。投げた方が早い。HD じゃないから投げた方が早い。HD の、なんだっけ？オーガー。HD オーガーもちょっと作りたいね。
ね、HDO が作りに行くか。鉛。ご飯もらって帰る。ご飯。ご飯もらって帰るか。取りたい放題じゃないか、これ。めっちゃお菓子、お菓子の山。全然あの、品物違うけど。絵と違うものが、表示法違反じゃないかって言われそうな勢いだけど。以上。以上です。以上です。こんな空だよね。ですよね。よっしゃ、帰ろう。え、行き過ぎた。よいしょ。HDO が作るか。どっから入ってきたっけ、俺。あれ違うな。こっちか。ゾンビいる。こっちか。メーターは復活しないんだね。駐車メーターね。パーキングメーターね。こっちにもあるんだ。あ、こっちにもあるんだ。パーキングメーター。パーキングメーター壊しちゃおうかな。なんか美味しかったんで。ねえ。誰かコメントで教えてくださいましたけど、昔。昔というか、先日。ねえ。ただ、ゾンビいっぱい出てくるんだよね。ちょっとね。よいしょ。これもでもさあ、人いる。一瞬こっち見ただろお前。これもちょっと待って、これ壊したらどうなんの。これこの状態でさ、バイクだと壊れないかな。この状態でさ、バイク体当たりで壊してたら警報鳴らないとかない。壊れたんじゃない。あ、あるんか。開けたら鳴るのか。壊したら鳴るんじゃないの。バイクが壊れてしまった。あ、でもこいつだけ。あ、警官が2人来ただけからです。あ、開けるたんびに出てくる。開けるたんびに出てくるの、これ。開けるために出るの。開けるために出るの。面白いね。無限脇なのか。ああ、やられた。無限脇なのか、警官。そんなことある。そんなことある。警官、あ、バイク燃えちゃってるけど。警官無限脇なの、これ。あれ、もう湧かない。あ、湧いた。やっぱ湧くんだ。やっぱ湧くんだ。あ、そうなんだ。警官製造機なんだ、これ。へぇー。あー、で、開けるまでは出てこないんだ。あ、これ出てこないね。この人。あ、出てきた。出ない時もあるんだ。出ない時もあるのね。貞子来た？貞子の声しなかった今。へえ、面白い仕様ですね。貞子の声がしたような気がしたけど、気のせいか。気のせいですか。そしてこれは解体しちゃうか。っていうことはこれで出てこないんだ。まあ、あの、お金あされないけど、金入ってるだけだよね。あ、出なかった。出ない時もあるんだ。バシャーン。ああ。オッケー。はい。なるほどね。これはでも復活しないんだね。壊しちゃうからね。あ、出ない。バシャーン。なるほどね。じゃあ、新たな仕様を発見した。そうなんだ。そうなんだ。そういうことなんだ。へぇ。ダウンタウンの方行ったらね、行ったらね、いっぱいパーキングメーターあるけど、あさりまくったら結構なお金になる。お金というか、結構素材集まるんじゃないですか。ねえ。そんな気がする。はい。ということで、
ということで、まあ今日はこの辺にしときましょうか。なんだかんだで結構長いことやってたけど、なんだかんだでね、よいしょ。じゃあこれ持って、あーやっぱいたのか、貞子。やっぱいたのか。あ、そっちにいるの？よいしょ。下でしびれてる？下でしびれておられる。ずっと電源入れっぱなしだけど、あれ全然まだしびれてる。全然あの、あれどこでしびれてる？まあしびれさせとくか。あそこにいるな。あいつは呼んだからね、呼んだから来たのね。なるほど。上がってこようとしてるよとして。結構強力だからねこれね。あのなんだっけ、テスラフェンスね。テスラフェンス強力だからほっといても死にそうな気がするけど、あいつまだ生きてんだ。死んだか。いや死んでないな、まだ生きてるな。しつこ。あ死んだか。めっちゃしつこいなあいつ。いやこれでも9ミリ弾も1万2000発とかあるから、これで消費できるのは非常にありがたいかもしれないね。ねえ、ちょっと鬼畜物件行きたいな。鬼畜物件インストールしようかな。全然減らないんだこれ、永久なんだ。2615W も使ってんの、 2kW も使ってんだ。それでもまだまだ、でもこの10倍ぐらいいけるけどね。まあいいか。はい、ということで、まあとりあえずじゃあ今日はこの辺にしときましょうか。なんかどうでもいいもんいっぱい拾っちゃったけど。はい、じゃあ次回どうしようかな。ビアカフェに行ってみるのもいいけど、まあ一応行ってみるか、ここに。ここね。とりあえずここ行ってみましょうか。ここにね、地下トレーダーもあるんだよね、この街ね。ここにね。まあでも別に、ここティアいくつだろうね。ここでクエストを受けたら、ここクエストにはまるかもしれないけどね。ひょっとしたらね。ね、ここのジョエルさん、ここはまったりとかね。しねえか。しないか。うん。まあいいや。まあとりあえずじゃあ、今日はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。お母さんでございました。またね。